キング、リンチェプリンスの誤差3作、連続ミリオン達成に感謝みんな、喜んでるよよ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング。 リンチェの長瀬角が11日、深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ長瀬角のアジオカーティーンレイディー・オー・ゴーデン、毎週水曜24時35分からけら4時55分頃に、出演出演。同グループ初のベストアルバム、ミスター・ゴーがミリオンセールスを突破したことを報告し、ファンに感謝した。岸形長瀬角、初ベストアルバムミリオン突破に感謝。 ミスター・5がミリオンセールスを突破したことについて、長瀬はありがとうございます。ありがとうございます。と、コメント。すごいよ、本当にいろんな人に手に取ってもらえたんだなと。3作連続ミリオンですから。しかもベストアルバムっていう。ありがたいよ、本当に。 と、2022年11月にリリースされた11枚目のシングル、月読み、彩り、2023年2月にリリースされた12枚目のシングル、Life Goes On Here I a Young に続く、記録の達成に何度も感謝を伝えた。アルバムの感想も多く届いているといい、本当に嬉しいよね。皆さんのおかげで3回ミリオン達成できたけど、全然慣れないもん。 もちろんなれるべきことではないと思うけど、何回聞いても見ても、ネットニュースで見ると嬉しいもんね。そう、や俺らミリオン達成したん、やって言うと声を弾ませながら告白。みんな喜んでるよ、本当に。マジで感謝してます。と、改めて喜びを語った。話の最後に流せは、これからも頑張っちゃおうかね。 と、意気込みいっぱい聞いてもらえると嬉しいなと思いますと呼びかけていた。モデルプリス編集部、情報、文化放送、ノットスポンソード記事、モデルプリス。